皆さんこんばんこばは今日は2020年6月12日金曜日時間は午後11時15分を過ぎたところです今、持続化給付金の問題でですね国会でも、えー、相当質疑応答が行われておりますそれでですね野党って言いますかそれがあの国会がもう6月の17日に終わってしまいますので、えー、それじゃいけないということでですね国会を止めるな っていう,ふうにハッシュタグをつけてですね、一生懸命やっております。で、これはカメラを止めるなっていうふうにあの映画がヒットしましたよね、まあ、それからね、キャッチコピーを持ってきたと思うんですがえ、国会を止めるな、僕もですね、これはやっぱり国会を止めずにですね、え何日か延長して、はっきりやっぱりしてほしいとで、このはっきりした上でですね、 どうしようもなければですね、これを検察庁に告発するっていう方も出てくると思いますんで、検察庁自体が動くと思うんですよね。それで動かないときにはですね、また誰かがやっぱり告発っていう形で、これを告発していくんだと思います。でないとですね、これは国民の血税ですので、これだけですね、 ちょっと税金を使われるということで、黙っているというのは、これはできないと思いますね、そして第一次予算が幽霊法人のサービスデザインで今、問題になっているわけなんですが、これ、第二次予算についても、ですね前回よりも多い額の850億円をですねまた委託するということなんですよ、このサービスデザインにですね。そしたたら全く同じことまたやるわけです これはですね絶対にそうさせてはいけないしもしやるんであっても監査が誰かが入ってですねえそれをやらないとこんなふうに丸投げでですね税金を使ってもちろんその間に入る人たちはあのそれなりの利益があるわけですからえ全然ゼロということじゃないんですよ。それで仕事が回っていって利益は出てるわけですからですねこれはやっぱり17日からのですね延長を。 国会を決めてですね、はっきりさせてほしいというふうに思いました、国会を止めるなということで、今日は話していきたいと思います、まあ、これ、前田さんがですね、もうとうとう引っ張り出されて、えー、中小企業庁ということでですね、えー、官庁の、まあ、こういった経産省からも、どんどんですね、出てくると思います。そしてですね やっぱあと1つ問題なのは、この中小企業庁に、ですね電通あたりから3、4人ほどで,ですね出向しているということですね、そのこういった館長にですね、中小企業庁に、であまりにも小さい部屋なのに、部屋というか、することもないのに、ですねそれだけ企業からですね出向を受け入れているということになっていくと、やっぱり温床になってきますよね、その癒着の温床ということですよ。 まあちょっとこう追っていきましょうかこんな感じでね、まあ、これはサービスデザインのですね実質的なね経営者と言われております、まあ、この方もですねまあ、今問題になっておりますよですので、えー、こんなふうにテレビに出てですね全国民から知られるようなことになったらですね、えー、次からは仕事ができないんじゃないかと思うんですがそのまんまね 仕事にも残っていてですね、これからまた第二次予算の850億円をですね、受け入れるというふうになっております。それでいいんですかね、まあこれは前回でも動画に出しましたが、前田ハウスですよね、前田ハウス。えー、毎年行ってたらしいんですよね。で、結局こんなふうに、このこともですね、今日の国会、だから12日ですか、えー、今日の 国会でも大串議員がですね、いろいろと質問をしておりました。で、しどろもどろでしたよね。えー、前田さん、こんな風にですね、頑張っておりますけど、えー、何を頑張ってるのかわからないということで、これ、業務として行ったということなんですね、出張旅行っていうか、出張として、まあ、IT 関係のやつがっていうことでですね、で、この、ね、あの、サービスデザインっていう幽霊会社、 本当にあるのかっていうふうにですねみんなに言われてです、ね、いやありますよって4日前ですか、えー、マスコミを従えて行ったわけですよね。約4、5人こんなふうに働いてまして、で何もないじゃないかと、パソコン置いてるだけでと、書類関係もないじゃないかって言ったら、ですね、えー、ペーパーレスでやっておりますんで、えー、そんなのはもうなくていいんです。それにあのーサーバーで、クラウドでやっておりますんで、 えー、ほとんど何もないんですっていうふうになってですね。この次の日にはですね、えー、また誰かが行ったんですが、もぬけの殻で誰もいなかったと、次の日はですね。もう取ってつけたような事務所でしょ。あの、パッパッと持ってきて、2、3時間でこう、据え付けてですね、やったような感じですよ。で、次の日行ったら誰もいなかったと。それで、まあ、警備員がいまして、あれだからわからない、私たちはわからないと。 まあ、午前中から誰も入ったような形跡はありませんって言って、えー、次の日は、これもぬけの殻だったんですよまたその次の日にですね大串議員が、えー、ここに行ったらしいんですよね、その次の日にそしたら、えー、なんかひそひそ話っていうか入り口に立ったらあの中で話している声が聞こえたので、えー、ノックしようと思ったら警備員がですねノックはしないでくださいと。 じゃあ電話をしていくで。いや、電話でしてもらっても困ると。メールでだけ、あの、承っておりますんで、メールをしてください。って言って、メールしても、その、すぐ返事が来るわけじゃないんですよ。だから結局、マスコミにこ,これ公開したんですけど、次の日は誰もいない。その次の日は、ひそひそ話がた来たけど、えー、聞こうと思ったら、まあ、ノックすることさえも止められて、入れなかったと。で、今日なんですよね。 でこれがまあ12日っていうか、えー、今日その国会で質疑応答が行われたんですヒアリングっていうか、ですねもうこれは、えー、国会の中で安倍首相も出ておりましたので、えー、議事録も残っておると思うんですけど、まあ書いておりますよね、前田ハウス中小企業庁長官を追及、経産省は問題ないが軽率な行動であったのではないかというふうに梶山 ねええっと、梶山さんですかね、それがあの言っておりました、えー、梶山大臣ですか、ね、その方が、まあ、一応は言っておりました。で、まあ、こんな感じであの追及をしていかないといけないんですが、まあ、とりあえず、まあ、第1次予算ではですね、まあ、問題があったわけですよ、こんな風に。で、今度また第2次予算をですね、 また同じこのサービスデザインと同じ方式ですね、トンネル会社というか幽霊会社。またここにあの発注するって言うんですよ。いや、それはちょっと待ってくれよと。やっぱりこう、その人たち以外にいないっていう技術的なものがもしあったにしてもですよ。やっぱり監査員とか中に入ってですね、それを 見届けないと勝手にそういったあの血税を使ってですね、えー、中抜きをしていくっていうのはひどいことだと思うのでやっぱこれはですねはっきりしてもらわないと僕ら国民っていうのはちょっと納得いかないですよね、えー、次いきますこれね、えー、前田長官まあこれ昨ののやつですね昨日のやつだから6月11日ですかき、まあ、昨日から行われておりますんで で前田ハウス、中小企業庁長官を追及、経産省は問題ないが軽率な行動。まあ、これもですね、僕、昨日見てましたが、えー、もう本当にね、しどろもどろ、<laughs> なんか聞かれたら、今日はちょっとですね、昨日よりも慣れてはおりましたが、昨日はもう全然しどろもどろでしたね。まあ、そんな感じで、えー、昨日もあって、今日もあったんですよね。で、えー、これも、まあ、ちょっと、 ね、マスクはしておりますが、とうとう引っ張り出されたわけですよ、そういった感じで。本来はこの人も出たくなかったんでしょうけどね、もう仕方ないですね。でも、まあ、出世の道はもう閉ざされたっていうのは間違いないでしょう。えーまあ、これも国会内でこんなふうに持続化給付金をめぐってですね、質疑応答が行われたということです。野党からですね、えー、かなり厳しく、あの大口議員ですかね、その方も。 だいぶ言っておりましたよでこれが今日ですね6月12日の今日の失業等の場面ですね2018年2019年のオースティンの SYSW っていうやつですね一番最初のだからこれ言ったのはこれですよこう小当あたりですね前田ハウスでここで行ってるっていうのがあったのでそのことを聞かれております 大口議員が聞いたのはですね、あの聞いたのは、2017年からですか、もう行ってたんですよね、2017年。で、パンフレットとか出てきたわけです。それで2018年、2019年もオースティンの,その大会の視察は行ったのかっていうふうに聞いたんですよね、そしたら、えー、2018年も2019年も行っておりますということで、これは業務として、 IT 部門の業務として行っておりますという答えを言っておりましたでこれがですね、まあ、2018年のこんな感じですねワインをその自動で作ったりとかロボットがやったりという、まあ、こういった IT とかそういうのを使いながらですね日本のこれからをこう考えていくっていう視察になりますよねでただ名目っていうか自分のですね立場が違っておりまして 2017年、18年は経産省担当者としてとていうことですねで。2019年になりました、中小企業庁次長としてとていう、まあ、役職が変わっているだけですね。でも毎年行くということですね。まあ、こんな感じでロボットとかそういうので、まあ、中小企業庁に対してまあこういったロボット関係とか IT 関係、えー、それで日本の未来というかですねどうやっていくかということの、まあ、視察ということなので、これは 国からおおお金金が税金で出出ててりりまますすねそれはちゃんとこれが、えー、立憲民主党の大串議員ですね、まあ、これ今日ですね,、えー、ね、前田ハウスインっていうその先、上りがあったでしょ。で、これ100人規模のパーティーを業者を集めてやってるっていう中小企業庁の人たちも一緒に行ってですね。 で、まあ、パーティーに参加するということですよ。21万円も出してですね。まあ、ちょっとお近づきになりたいという人がやっぱ日本全国いますので、でパーティーをやると。で、雑魚寝ですね寝れる分は15人分ぐらいしか、えー、ないんですけどね、まあ、それで、まあ、やってるということですよ。で、これはですね、まあ、出来レースじゃないかと、ね、事業自宅は出来レースと批判ということで、 提案の翌日に決定ととと野党追及ということですねたった1日でですね、えー、答えを出してるんですよ、業者選定、2社あったんですけどね、で1社は落として、まあ、電通関係の,、えー、そのサービスデザインというところをあの受託させるわけなんですけど、計算しようとすればですね、まあ、それで、まあ、協議会に委託する前提、ね、事前ヒアリングを行ったんじゃないかというふうに。 まあ、質問しました、えーで、この提案書ですね、それ出されたのはいつなんですかというふうに聞かれたわけですよ、まあ、そしたら、えー、13日、4月の13日ということでございました、だからそのこういった受託を受けるためにですね、えー、お互いの、まあ、民間業者に、えー、どういった内容でこの仕事を受けたいのかということを、約200ページあったらしいんですよね。 えー、その2社あってですね200ページ同士であったとで13地ということでそれをもらったんですよねで答えを出したっていうかですねこれは13地でしょでそれで落札者が決定された日がいつですかって言ったらあのたった次の日なんですよで次の日たった1日ですね1社当たり200ページに当たるものを読んでですね でまあ、もちろん電通も読んで、それで、たった1日で業者選定ができるものなのかっていうふうに、まあ、大串議員があの質問したわけです。ちょっと無理ですよね。事前にヒアリングとかがあればいいんですけど、ただそのヒアリングなんかしてないわけですね。で、落札日は14日でございますということで。で、それで、じゃあ、たった1日だけだったんだけれども、 まあヒアリングっていうか、こういった形で私は仕事を進めようと思いますっていうのが、せめて3日間ぐらいは別の日にやって、お互いに会ってないとですね、わからないと思うんですよ、その書類200枚出しただけでは、だからそれがたった1日で、落札日がもうたった1日、それで決まったのはお詳しいじゃないかと、できれいじゃないかというふうにこう問われたわけなんですけどね。 ね、これもだから質問しております、これ、13日に提案されたものを、14日に決定する、大臣、これ可能だと思いますか、梶山大臣っていうふうに言ったんですよね、もうたった1日ですよ、それも約200ページだけ、で文章だけですので、それはあの文章のことの内容をですね、ヒアリングで1回あの、面倒しで話を聞かないと、 文書で書いてるものをですね、1、えー、社が200ページ、1社が電通が200ページ。で、簡単にこう比較選定できるものじゃないでしょう。で、可能だと思いますかたった1日です。ということで。ただ、梶山大臣がですね、別業者にも同様の情報を提供し、適正に行った入札の結果であったと聞いております。っていうことね。聞いておりますよ。ということですよね。 うんまあまあ、これも書いてますけど、提案の翌日に決定、だからまあ、はっきり言ってしまえばです、ね、もう決まってたということですよで、えー、電通だけはですね、えー、どうもその3回ぐらいあの、その前に会ってたみたいですね、ゆっくりと、電通だけは、だからまあ、それでもう決まりだということでしょう、それももう一社にしてはです、ね、決まってないんですよ、その話し合いもしてないんですよ、電通だけ。 話しし合いをしたと,いうことですまあこれも適正に行った入札の結果であったと聞いておりますですからねまだ知らないんですよね聞いておりますですうんまあできレいですね、うん、委託に至る経緯に問題はなかったとね梶山大臣ももう自分がよく知らないのによくぞこの問題はなかったっていうのもこの大臣もおかしいですよね でこういうことはやっぱり、癒着を助長するのではないかと、2社あったときにですね、1社だけにちゃんとした説明をして、それでまあ、その癒着っていうのは、先ほど言いました、テキサスに一緒に旅行に行ったりとか、まあ、それで話し合いを長官に聞いてですね、前田長官に聞いて、そういうふうに電通と会ったことがあるかったら、やっぱその、1回ぐらいあると。 それと3人以上ではあると、その時にはちゃんとお金は割り勘で払ってるよっていうふうには言ったんですが、でも電通だけですもんね、会ってる人は。で、まあこういうふうに誘着を冗長するんではないですかと言いましたら、ね、大臣、えー、聞いている範囲においては問題がないと。うん、だからまた第二次予算の850億円も、 続けてありますよっていうことなんですよねまあ、これに対してまあ、野党がですねまあ、国会を止めるなと、今月の6月の17日までの国会の予定だけど、何日か延期してですね話し合いをしようと、黒く塗りつぶされて、ですねわからないこともたくさんあるんですよね、それではちょっとあんまりひどいでしょということなんですよね。だからまあ 国会を止めるなということで、えー、僕、この映像ですね、えー、約35分ぐらいだったかな、えー、全部見たんですが、まああの、全然納得のいかないような答えでした、また、あのゆっくりですね、その前田長官とかですね、出てきて返答をしてる動画がありますので、そこもちょっとリンクをしておきますね、ゆっくり見たい方、35分ぐらいのやつで。 で本人が答えていろいろちょっと不思議な感じを言っておりますんで、まあ、不思議とは不思議っていうかまあ癒着ですわね,ねこういうとこもサービスデザインっていうちゃんと実態はありますよとか言いながら誰もいなかったりとかですね。 まあこういう時はもう生き生きとしてるじゃないですか。全然違うよね。今日の国会での前田さんとですね。えー、こういった時の前田さんは、生き生きとしておりますよね。打ち上げの時は。で、あの自分が前田ハウスとかね。こんな風にやっぱでかくね。やっぱりみんなから慕われてっていうかね。ただやっぱり気持ちがいいでしょう。やっぱそんな感じでね。というところで今日はですね。 えー、国会を止めるな、まあ、このキャッチコピーをですねカメラを止めるなっていうあの映画のヒット作から撮ったと思うんですけど、まあ、なかなかねあのいいキャッチコピーだとは思います、国会を止めるな、ね、ハッシュタグをつけて、僕もハッシュタグをつけてあ、えー、げましょうかね。というところで、まあ、こんな感じで、ですね、えー、この持続化給付金の問題についても、もうこれ、かなり黒に近いですよね。 でこのまま終わらせるようだったら、やっぱりこれは国会としてちょっとどうかなと思いますし、もし終わったにしても、ですねこれは検察庁の案件だと思うんですよ、東京検察庁。で、これを上げないと、自主的にやっぱり自分たちで検察庁が麻雀なんかしてないで、ですね、えー、ちゃんとあげてもらうことを祈っております、それと、もしあげなくても、ですねあの弁護士さんとか有志の連盟の人たちがですね、 えー、これを告発という形で持っていくんではないかというふうに僕は思っております。それでないとちょっとねあまりにもこれだったら、えー、ひどいですよね。ねこんな感じで、まあ、ちょっと前田さんもねもうこれ大変なことに巻き込まれ,巻き込ま,れましたっていうか、まあ、自分が巻き込んでいったんですけどねやっぱりこれはちょっと許し難いっていうかやっぱり一番はですね やっぱり国民の税金、決税だからですよ、えー、これが業者、業者の癒着で、ですね贈、まあ、収賄とかだったら、もうそれも本当、いけないんですよ、いけないんですけど、あ、まあ、よくあるあれなのかと、仕事が欲しくてっていうのがありますが、やっぱこれは直結で考えて、ですね私たちの皆さん、国民全員の税金ですから、国税ですから。 そして、電通が狙ってるのはですね、約こんなふうに、まあ、いろんな補助金とか、えー、そういうのを使うお金ですね、給付金。これが20年に一度って言われてるんですよ、これだけ一気に使うっていうのは。そしたら、ここをですね、紙付き画面みたいに離さないですよね、電通は。20年分をたった1年でできるんですから、この仕事を。そしたら、やっぱり誰にも渡すもんかと。 これはあの電通でね、決めてやるっていうことですよね。そのために一気にこう幽霊会社とかいろんなのを作って、そこからもうばらまきっていうことですね。200、300の業者では収まらないような感じらしいんですよ。それよりまた下がいるから、2000とかね、えー、もうみんな丸投げ。で、そんな感じでもうやってるっていうことですよ。まあ、あまりにもひどい。まあ、中抜きだけすればですね。 お金が儲かるっていう、そ,のそういった実態も、これは法律的にやっても、ちょっとやっぱり案件でいうと、これはちょっと刑事訴訟案件ではないかなというふうに僕は思うんですけれども。まあそんな感じで最後まで見ていただいてありがとうございました。まあ、チャンネル登録をですねぜひともよろしくお願いいたします。そしてサブチャンネルでですね、晩対策でも作っております。えっとツイッターでもですね、 えー、僕、1万人のあのツイッターのフォロワーさんがいます、まあ、若い女性の方ばっかりなんですけど、おっさんでですね、僕が、えー、そんな感じでやっております、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします、それでないとですね、昨日まあここ何地か上げてて、こういったあの微妙な、えー、問題を取り上げると、ですね広告がつかないんですよね。 で弾かれまして何とか上げてもやっぱりタイトルを変えたりとかいろいろするんですが、まあ、それでもちょっとね難しくて消したりとか1回上げてですね千何百人見たんですけれども1回それで消してもう一度上げ直したりとかいうのもありましただから実質的に今の視聴回数よりも1,000回ぐらい上がってるのっていうかもう何回もあるんですけれどもまあ皆さんには迷惑かけますけどね。 まあそんな感じで頑張ってやっていきます。皆さんもですね、えー、本当にこんな税金をね、あのくすねるようなやつは、ね、ぶち込みましょう、もう、そった塀の中にね、でちょっと頭を冷やしてもらうという感じでな、なまあ、やっぱり頑張っていきましょう。それでは皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございました。さようなら。